島の暮れ方の話。小川未明。南方の暖かな島でありました。そこには冬といっても名ばかりで、いつも花が咲き乱れていました。ある早春の黄昏のことでありました。一人の旅人は道を急いでいました。 この辺りは初めてと見えて、右を見たり、左を見たりして、自分の行く村を探していたのであります。この旅人は、ここに来るまでには長い道を歩きました。また、船にも乗らなければなりませんでした。遠い国からこの島に住んでいる親戚の者を訪ねてきたのであります。旅人は、道端に水仙の花が、 夢のように咲いているのを見ました。また、山に真っ赤な椿の花が咲いているのを見ました。そして、そのあたりは、野原や丘であって、人家というものを見ませんでした。暖かな風は、海の方から吹いてきました。その風には、花の香りが含んでいました。そして、日は、だんだんと西の山の葉に沈みかけていたのであります。 もう日が暮れかかるが、どう道を行ったら自分の行こうとする村に着くだろう。と旅人は立ち止まって思案しました。どうかこの辺りに聞くようなうちがないかと、またしばらく右を見たり左を見たりして歩いて行きました。ただ波の岩に打ち寄せて砕ける音が静かな夕空の下に、 かすかに聞こえてくるばかりであります。この時、ふと旅人は、あちらに一軒の藁屋を見つけました。その屋根は飛び色がかっていました。彼は、その家の方に近づいて行きますと、みすぼらしい家であって、垣根などが壊れていて、手を入れた様子とてありません。彼は、 誰がその家に住んでいるのだろうと思いました。だんだん近づくと旅人は二度びっくりいたしました。それはそれは美しい今までに見たことのないような若い女がその家の角にしょんぼりと立っていたのでした。女は長い髪を肩から後ろに垂れていました。歯は細かく清らかで目は 透き通るように住んでいて、唇は花のように麗しく、その額の色は白かったのです。旅人は、どうしてこんな島に、こうした美しい女が住んでいるかと思いました。また、こんな島だからこそ、こうした美しい女が住んでいるのだ、とも考えました。旅人は、女の前まで行って、 私は、お宮のある村へ行きたいと思うのですが、どの道を行ったらいいでしょうかと言って尋ねました。女は、にこやかに、寂しい笑いを顔に浮かべました。あなたは、旅のお人ですねと言いました。そうです。と、旅人は答えました。女は、 少しばかりためらって見えましたが、私はどうせあちらの方まで行きますからそこまでご一緒に参りましょうと言いました。旅人はどうぞそうお願いいたしますと頼みました。そして二人は道を歩きかけた時に旅人は女を振り向いて、あの家はあなたのお住まいではないのですかと聞きました。 すると、女は優しい声で、いいえ、なんであれが私のうちなものですか。今日は私の二人の子供たちが遊びに出て、まだ帰ってきませんから、迎えに出たのです。すると、あの家の瞳に、去年いなくなった私の妹の着物に似たのがかかっていましたので、ついぼんやりと死案に暮れていたのでございます。と、女は答えました。 旅人は不思議なことを聞くものだと驚いて美しい女の横顔をしみじみと見守りました。ちょうどその時あちらからお母さんお母さんと言って二人の可愛らしい子供がかけてきました。女は喜んで二人の子供を自分の胸に抱きました。私たちはここでお別れいたします。 あなたはこの道をまっすぐにお行きなさると、じきにお宮のある村に出ますから。と、女は旅人に道を教えて、花の咲く細道を、二人の女の子と一緒に、寂しい波の音の聞こえる山の裾の方へと指して行きました。旅人は、それと反対に山について、だんだん奥に深く入って行きました。 山々にはみかんがまだなっているところもありました。そして、まったく日が暮れた時分、思った村に着くことができたのであります。その夜、灯火の下で旅人は、親戚の人々に、その日不思議な美しい女を見たこと、そして、その女は、あちらの寂しい山の裾の方へと草道を分けていったことを話したのであります。 その時、親戚の人は驚いた顔つきをして、あんな方には家がないはずだが、と言いました。旅人は、また、妹の着物によく似た着物が瞳にかかっていた。その妹は去年行方がわからなくなった。といった女の言葉をいぶかしく思わずにはいられませんでした。 翌日、旅人は親戚の人と一緒に、昨日、女がその家の角に立っていたところまで行ってみることにしました。南の島の気候は暖かで空はうっとりしていました。そして蜜蜂は花に集まっていました。旅人は昨日の黄昏型見た藁山でやってきますと、そのうちは全くの破れ屋で、 誰も住んでいませんでした。そして、瞳のところを眺めますと、美しい蝶の翼が大きな蜘蛛の巣にかかっていたのでありました。